これ何じゃこれ書いてあってるね。退院証明書16日だ。16に退院してるから15に最後腹水抜いてるんですよ。5日経ってる。5日経ってまだ前だったらこれパンパンなやつだよね。5日目で前だったらもう抜いてもらうっつって苦しいとか言ってたよね。これ治ってきてるわ。だって月曜日はね余裕で持ちそうだよ、この腹の状態なら。残った細胞が今頑張ってんのがね肝臓さん、でも食欲はないな。性欲もないな。金梅死ぬ前にソープとか言って楽しめよとか言われちゃったよ。やりたいこと全部やって。それすごい健康な人がやることじゃん。健康な人しかできないことじゃん。やりたいこと全部やれって言われたら。しかもね、あのソープで遊んでこいだからね。それが楽しいと思うやつなんだろうな。
そう、健康でもソープなんか行かないし。はっきり言って、ね、金がもったいねえよ。童貞の発想はソープとか。死ぬ前にソープなんだろうな。嫌な死に方だね。最後の楽しみがソープラン。そういう老人多いらしいぞって、どこの老人が、どこのデータ、それなんかそういうデータあるんですか。うわ、もう食いたくない。